まあ、僕たちにとっての理想っていうのはある程度項目みたいなのがあります。まあ、いろいろ周辺の立地とかを見ながらですね、気をつけてたことが一つあります。それが大型店舗が近くにあるかどうかですね。こんにちは。こんにちは。沖縄に移住してきて、少しずつ生活や仕事、そういったものが落ち着いてきました。で、そこでちょっと思ったのが、今の生活って結構理想的なんじゃないっていうふうに思ってきたんですよ。なので今回は理想的な沖縄の移住についてお話をしていこうかなと思います。いや、これはあくまで僕たちの主観になります。もちろん人によっては会う人会わない人いると思います。そういうのもあるんだなと思いながら、聞き流してもらえればなと思います。皆さんにとって理想の生活って一体どんなものでしょうか。まあ、もしそういうのがありましたらぜひコメントで教えてほしいんですけども、まあ、僕たちにとっての理想っていうのはある程度項目みたいなのがあります。で、それをまず言いますと、1つのんびり生活ができる、2つ人のストレスがない、3物理的な制限がない、4身体的なストレスがない、5癒しがある。まあ、この5つかなと思ってます。まあ、本当に僕たちのんびり生活したいなっていうのがすごい根幹にあります。まあ、他にも人のストレスってすごい辛いじゃないですか。まあ、上司だったりとか、まあ、ご近所付き合いとか、まあ、そういったのって結構ストレスになること多いと思うんですね。で、あと、まあ、人のストレスがないって言って山奥に住んでしまうと今度は買い物ができないとか、まあ、場合によっては、ね、ネット回線とかそういったのも全然入らなくて仕事できないよっていうこともあるわけじゃないですか。ではじゃあちょうどいいところあるかって言って行った時にめちゃめちゃ暑いとかめちゃめちゃ寒いとか、それもストレスになると思うんですね。で、あとはまあ癒しっていうのも大事で、もうこれ結構僕大事だなと思っていて、まあそれはねまた後ほど語ろうと思います。でまず一つ目ののんびりの生活についてちょっと詳しくお話をするんですけども、まあのりちゃん、なんかのんびりの生活、のんびりな生活ってなんかある理想は、理想はさあ、うん、ハワイじゃない？あ、そうだね。以前アスマくんの知人のお家にお邪魔した時に、それがハワイのマウイ島っていうところだったんですけど、うん、まあとっても良かったんだよね。もうほんと最高だった、まあのんびり海を見たり浜辺行ったり部屋から夕日を眺めたり、老後はこうなりたいねっていう暮らしをまんまされてた。本当にその理想的な老後生活っていうのを叶えてたご夫婦でした。まあ、家には、まあ、ジャグジー付きのプールがあったりとか、もう本当に家からゴルフカートで、もう5分ぐらいかでビーチに行けて、海に入らずともあのビーチにシート引いて本読むとか、本当に理想的な生活をされてるのを実際に目の当たりにして、まあ、僕たちもこうなりたいよねって思ったのが、まあ、きっかけの一つでした。でも実際にハワイには突然住むことは難しい、ね、国籍もないし、もっともっとお金が必要だし、言葉の壁も大きいよね。そうだね、住むとなったら。で、私たちはもともと沖縄によく旅行に行ってて、それももちろん大好きだったので、あ、沖縄ありみたいな、そうだね、感じから来てみたらやっぱりのどかな感じ、私の実家の田舎ももちろんのどかなんですけど、またそれともちょっと違うゆったりさがある、そうだね、南国感があって、まあのんびりは叶えられてる感じですよね。ね、まあ、本当に沖縄に来てまず一つ理想ののんびり生活でも手に入れることができました。で、次に人のストレスがないということに関してなんですけども、まあ、移住するときに、まあ、基本的には転勤とか、そういった人が多いと思います。で、あとはこっちに引っ越してきてから就職をされるっていうこともあって、まあ、そうするとやっぱ人の関わりっていうのができてくると思うんですね。で、幸いにも僕たちはオンラインで仕事をしてますので、まあ、そういった現地の人との付き合いをしなきゃいけないっていうわけではないんですね。だからそこが非常にストレスがなく、今のところのんびりとですね生活することができてます。もちろんいいお付き合いはたくさんこれからしていきたいなと思ってるんですけどね。でも知らない土地にいて知らない人に囲まれて、それをもしストレスに感じる場合はそれを避ける働き方ができてるから、そうだね、それは助かってるとこかな、いやいや付き合いながらもお金を稼がないといけないとか、まあ、そういった感じではないので、まあ、そういった意味でもストレスがなくのんびりと仕事できるっていうのも一つ理想の叶えたポイントでした。では3つ目の物理的な制限がないということなんですが、まあ、僕たち引っ越した時にいろいろ周辺の立地とかを見ながらですね、気をつけてたことが一つあります。それが大型店舗が近くにあるかどうかですね。例えばイオンとか本当に近くにあるだけでも、いろんなものが入っています。まあ、沖縄の中でいうとライカムっていう有名なイオンモールがあるんですけども、まあ、そこら辺も車で15分20分行けば着く場所にいます。なので全然
物理的な制限が少ないっていうのが、まあ、一つ大きなポイントかなと思いました。やっぱりな、車がないと行動できない範囲だと、まあ、たとえ夫婦で暮らしてても多分2台あると多分全然問題ないけれど、我が家は1台だし、どっちかがよく運転するとなると、どっちかなんかいないと出かけられないみたいな、うん、なっちゃうから、まあ、ちょっとしたスーパーとかそういう買い物だけでも近くにあるっていうのは助かったかな。歩いて行けるからね。うんうん、まあ、これはでもその人がね住む立地によって違うと思うけれど、うんうん、私たちはそれで助かってるところが、うん、あるね、うん。まあ、本当に那覇市内とかもすごい栄えてるんですけども、本当に場所によっては結構駅から離れてたりとか、うん、そういった制限もありますので、あえて那覇から離れてみて、まあ、中部に住んでみてよかったなと思いました。あと、まあ、大型店舗が近くにある歩いてスーパーに行けるっていうのもそうなんですけども、他にもネットショッピングっていうのが発達してますから、アマゾンとか楽天ですぐネットショッピングができるっていうのも大きなポイントかなと思ってます。ああ、ね、特にアマゾンは助かるよね。本当助かる。配送がほぼ無料のものが多い、アマゾンプライムとかだったら、うん、届くのに日数はもちろんかかるけれど、うん、まあ、それを考えても、まあのんびり暮らしてる私たちからしたら、うん、別にデメリットでもないっていう全然大丈夫、うん、急に必要になった場合は、まあ、買いに行けばいい話ですし、まあ、あとはのんびり待ってれば勝手に届けますので、まあ、そういった意味でネットショッピングと現地の大型店舗、そしてスーパー、そういったのを掛け合わせることが、まあ、理想的な生活を叶えているなと思っています。では4つ目です。4つ目は身体的なストレスという話なんですけども、まあ、この中で言うと暑さ寒さ、まあ、気温とか、あとは通勤というのも非常にストレスなのかなと思っています。まあ、というのも僕都内の真ん中ら辺に勤めていたことがあって、もう片道1時間かけて通勤してたことがありました。もう本当にその時苦痛でしょうがなくて、まあ、皆さんのそういうところ少なからず共感するところはあるんじゃないかなと思うんですけども、今現時点僕たちオンラインで仕事してるので、通勤というのがまずそもそも存在しません。そして沖縄に住んでるので寒さもそんなありません。今も半袖だし、半袖で下は映ってないですけど短パンでいます。窓を開けて、まあ、ちょっとね窓開けると肌寒いんですけども、でね、それでも生活できるなっていう感じですね、うん。でちょうど昨日のりちゃんが東京からとちょっと用事があって東京に行ってて帰ってきたんですけども、まあ、僕は少し、まあ、夜で風強かったんで寒いなと思ってたんですけども、のりちゃん帰ってきたら暑い第一声だったんですね。おかえり、寒いよ。そのぐらい気温差っていうのがやっぱあるというところで、まあ、そこをちょっと体験したのりちゃん、あの冬の沖縄やっぱどうなの？いや、あったかい、うん、まず窓を開けて過ごしてるってことが多分ありえないよね、東京と比べたら、うん、10度くらい結局違くって、もちろん中にヒートテック着て長袖着てコートも厚手のを持っていって、それでそうマフラーも巻いてあっちでは過ごしてたんですけど、こっち帰ってきたらもう飛行機の中からどんどん暑くなってきて、空港着いた時にもう暑くてしょうがない。だから急に東京から沖縄に来たりするとやっぱり暑いし、まあ反対に急に東京に行くと寒いっていう、やっぱ寒いとこう縮こまって、それもちょっとストレスだよね、うん、そう、うん、起きたくないとか、うん、寒いのは本当辛いなって思います。まあそういうところは沖縄は本当に、まあ、間違いなく少ないので、そういった身体的なストレスは少なく過ごせています、うん。でもあれだよね、夏をまだ私たちは経験していないから、そうなんだよね、そこはちょっと分かんないよね、うんうん、暑すぎるのか東京の夏のやっぱ違う辛さがあったかなと思うので、まあ、それと比べて実際に沖縄の夏、うんうん、辛いのかどうか、うん、また夏になったらそこら辺感想をちょっとお話したいなと思います、うん、そうですね、楽しみだね、うん。はい、では最後5つ目の理想で癒しがあるっていうことなんですけども、うん、まあ、本当にここ僕たちの家に関して言うと、まあ、朝日が見えたりとか、まあ、夕日も沈むところが見れます。であと、まあ、海も見えますので、本当に家からの風景が癒しになっていたりします。でもちろん車でちょっと走ればもっと綺麗な海が見えたりとか、まあ、北部の方行けば豊かな自然があります。西部の方ですね、西側の方行くと綺麗なリゾートビーチが広がっていたりとか、もう本当に少し車で動くだけで様々な癒しがあります。で逆に僕が勤めてた東京の真ん中ら辺はですね、まあ、一応お台場が見えるところだったんですけども、お台場の海が綺麗かどうかって言ったら、まあ、それは個人的な差はあると思いますが、僕はそんな綺麗とは思わなかった。
ですよね、まあ、見てて癒されるかというと、そこまで海だなって感じ、うん、あ海だな、そう本当に海だなで終わりなんですよね。でこっちの沖縄の海って、あ海だな、綺麗だなっていうのが続いてくるんですね。本当どこに行っても綺麗だよね。そう、まあ、もちろんね曇りとか雨だと、まあ、そこまでの感動はないんですけども、やっぱ晴れてる時の海は本当に綺麗です。まあ、そういったところから、まあ、普段から癒しがあって人のストレスもないし、あったかくて縮こまることもない、そして歩いていけばすぐスーパーもあったり、ちょっと車で行けば大型のイオンモールもある、まあ、そういったのを含めてのんびりな理想的な生活が今実現できてます。でもう一つ、まあ、別に人によっては気にならないよっていう人もいるかもしれませんが、オンラインで全て完結しているとリアルな会話って僕たちだけなんですよね。夫婦の会話のみになってしまいます、うん、夫婦の会話ももちろん楽しいんですけども、やっぱいろんな人と喋りたいっていうのもやっぱあるわけですね。だからそうなってくると、まあ、ここにずっとこもってても意味がないなっていうことで、例えば Zoom で友達と連絡を取って、まあ、1時間とかでね、雑談したりとか、まあ、あとこの間うちに泊まりに来てた友人たちもいます。一組は1週間ほどうちに住んでワーケーションって言ってですね、うちにいながらこうオンラインで仕事をするというようなことをして1週間ほど滞在したりとか、他の友達も2泊3日ぐらいで、まあ、来て少しいろんなとこ見て帰るとか、そういったことをしています。まあそうすると、まあ、友達とかもですね、滞在費がやっぱ安く済むわけじゃないですか。で僕たちもそういった友達とリアルに喋って、ね、同じ時間を過ごせるというのは非常に良かったなと思います。あと沖縄っていう立地もやっぱりみんな、あ行ってみたかったけど行ったことなかったとか、うんうん、よく行くからじゃあ今度顔出すよとか、うんうんうん、なんかそういう旅先として上がりやすいので、うん、なんかちょうど来てくれやすいっていうのも、あ、そうだね。うん、大きなポイントだね。そう候補に上がってくる旅先だから、うんうん、それで私たちは待ってる。そう、まあ、受け入れるっていう感じかな。そう、うん、遊んでもらって、そう、まあ、友達とのコミュニケーションはそういう時に何ヶ月かおきに楽しんでるのかな、うんうん、そうだね。まあなんか理想的には2ヶ月か1ヶ月半とか、まあそのぐらいで友達が来たりとか、そういう風にしてくるとやっぱ楽しいなって思います。はい、ということでバーッと僕たちの理想をお話をしました。まあ人によっては僕たちに似た生活をされている方もいるんじゃないかなと思います。まあそういった人たちは別にずっと移住しなくてもいいわけですね。別に1年だけ2年だけとか限定で住んでみるっていうのも一つ面白いんじゃないかなと思いました。なので今後も僕たちの理想だったりとか、いやこういうの辛いなとか、こういうのがあったんだっていうのをどんどん発信していこうと思っています。そういうのが気になるなって思う方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。またね、バイバイ。